はい、どうも、白熊先生です。今日のヤバいニュースはですね、登録者数120万人を超える人気 YouTuber、ミキオダのミッキーさんがですね、コレコレさんからですね、15歳の少女とのですね、淫行をですね、暴露されました。その後ですね、ミッキーさんがですね、今回の件に関してはですね、事実無根だ。なんだったらこれは恐喝事件だというふうにですね、主張しだして、今ですね、ミッキーさん VS ですね、その15歳の少女という形になっているということに関する件のニュースとなっております。はい。これ何かというとですね、今現在ですね、すごい大変なことにですね、ネット上に、ね、でなってるんですよね。それ何かっていうとですね、いわゆるこのミッキーさんというですね、YouTuber の方がですね、15歳の少女と淫行したか否かっていう話で今ね、大いに揉めているわけなんですよ。この15歳の少女はですね、淫行されました。要は手を出されましたというふうに主張しているんですね。で、対してミッキーさん側がですね、いや、ちょっと待ってくれとね、私は家には呼んだかもしんないけども、そこで淫行はしていないと。ね、なんだったらその後ですね、1000万円をですね、なんとで、示談金としてですね、恐喝されそうになったんだっていうことをですね、なんと動画で暴露し始めたんですね。はい。なのでですね、今お互いの意見がですね、ほんといろいろ飛び交ってるっていう状況なわけなんですよ。今回の動画はですね、今現在出てる情報をすべてまとめて、その上でですね、今回の問題の争点は一体どこになってくるのかということに関して、僕なりにいろいろと話の方をしていきたいと思います。はい。まずなんですけども、現在までにですね、その少女側がですね、暴露している内容に関して話していきたいと思います。この少女側はですね、ネットを中心に活動しているですね、琥珀部長さんっていうね、まあ、多分はじめ社長さんからもじったと思うんですけども、琥珀部長さんっていうですね、まあ、当時15歳、現在は16歳なのかな、はい、の少女なんですね。で、この方が、ヒカルさんのですね、ネクストステージっていうところに所属するですね、ミキオダのミッキーさんっていう方がいらっしゃるんですけど、この方とですね、SNS を通じて知り合って、そしてですね、その、ミッキーさんの家に呼ばれて、そこで一緒にアニメ見たりとかゲームしたりとかですね、あとお酒を飲んだりとかしたらしいんですね。はい。で、その上で、まあ、いわゆるそのね、肉体関係を持ったと。ね、そんなことをですね、そのコレコレさんの YouTube 動画で、暴露の方をしたわけなんですね。で、コレコレさんもですね、元はこのね、琥珀部長さんのお友達からのリークだったらしいんですね。はい。で、その流れから、その、まあ、琥珀部長さんもですね、まあ言ってみたらそのコレコレさんの生配信に参加して、そこでまあ肉体関係はありましたよということを、まあ暴露したっていう感じなんですね。で、ちなみにですね、琥珀部長さんはですね、ミッキーさんとの写真だったりとかですね、家で撮った、割といろんな証拠もいろいろ集めた上で提示してるっていう感じです。はい。で、その後ですね、こっから大事なんですけども、ミッキーさんがですね、いや、これは事実無根だ、恐喝だっていうことをですね、動画で主張しだしたわけなんですね。じゃあですね、このミッキーさんは自身で動画を公開して、今回の件について全て話したんですけども、どんな内容だったのかってことをですね、ちょっと喋っていきたいと思います。まずミッキーさんは第一にこの琥珀部長さんをですね、自宅に、招き入れですね、未成年と知りながら飲酒を容認したことは事実であるというふうに認めました。そして一人の成人男性としてあるまじき行為だったというふうに反省して謝罪しました。まあ、ただここがすごい大事なところなんですけども、性的関係に関してはですよ、全くもっての事実無根であり、僕自身の口から正式に否定させていただきますというふうにですね、まあ、きっぱりと否定したんですね。うん。まあ、つまり、15歳の少女を家に呼んで一緒になってお酒を飲んだりはしたんだけども、いや別にそのやってはないよと、ね、いうことを主張していると。はい。だからここがですね、完全にまず琥珀部長さんとね、言ってることが真反対な部分になってるわけなんですね。でですね、この後ですね、ミッキーさんの動画にはですね、どうやら顧問弁護士さんですが、はい。顧問弁護士さんとかも結構この動画に関わってるみたいで、その中でですね、今回の件にですね、関して調査に当たったというですね、男性がなんと登場してきたんですね。でですね、この男性疑惑なんですけども、今回の件は、コレコレさんを巻き込んだ大きな恐喝事件にですね、なるのではないかっていうふうに考えているわけなんですよ。はい。まあ、随分ですね、大ごとにですね、なってきましたよね。はい。で、この男性曰くなんですけども、まずその琥珀部長さんとの性的関係がなかったことは証明しようがないというふうに説明したわけですね。まあ、確かにそうですよね。ミッキーさんの自宅、いわゆるその密室で行われたことですから、あるかないかっていうのはちょっとね、水かけ論みたいにここはどうしてもなっちゃいますよね。まあ、ただですね、この男性曰くなんですけども、相手側が恐喝を行っているであろう事実が存在すること、もともと恐喝が目的であった可能性があることからですね、なんとですね、その相手方の発言が事実無根だっていうふうに判断したっていうわけらしいんですね。で、ちなみになんですけども、琥珀部長さんがですね、ミッキーさんの家に行った時にですね、保険証を提示した、はい、私本当に未成年なんだけどっていうふうに、そのミッキーさんに言われたから自分のね、その、
保険証を提示して、私15歳なんだよってことをね、見せたらしいんですけども、ここに関してもですね、ミッキーさんがですね、未成年と分かっていたということを強調するためにした嘘の発言との考えを示したんですね。はい。ただそんな保険証云々の話なんて一切してないよということなんですね。はい。で、さらに言うとですね、このミッキーさん側の主張としては何かっていうと、その少女の母親ですね、この子役部長さんの母親がですね、どうやらですね、示談交渉の方をですね、持ってきたっていうことらしいんですね。はい。でですね、その示談交渉中のですね、その母親とのですね、会話ですか、ここがですね、どうやら録音されてるみたいなんですね。で、その中で母親はですね、逮捕された場合のミッキーさんの YouTube 活動に与えるですね、大きな影響を踏まえて、相応のお金を要求してきたと。で、金額はですね、1000万円だったらしいんですね。はい。母親の方からね、示談しましょう。じゃあ1000万円くださいよって言ってきたと。ね。で、ここに関してはですね、ミッキーさん側はですね、この金額は払える状態ではないというふうに、どうやら回答したらしいんですね。で、さらにですね、ミッキーさんの動画でこう語られていたんですけども、どうやらですね、このね、琥珀部長さんは数ヶ月前にも何らかのトラブルで示談金1000万円を得ていたというふうにね、言ってるんですね。はい。まあ、だから、要は、数ヶ月前にも1000万円得たから、じゃあ今度はミッキーさんを脅してね、また1000万取ったろうっていうふうに考えたのではないかと。まあ、そんなことをですね、言ってるわけなんですね。うん。で、さらにですよ、さらに言うんであれば、先ほど言ったですね、これこれさんの動画にもともとですね、その琥珀部長さんのね、友人の少女がですね、話を垂れ込んできたって言ったんですけども、実はその女性はですね、母親などではないかっていうね、ことまで言ってるんですね。というのは何かっていうと、そのですね、その暴露と言いますかですね、そのリークに関して、ボイスチェンジャーを使っていたので、声がわかんないんですよ。ね、少女な、本当は少女なのか、おばさんなのかもわかんないんですよ。だからこれはですね、母親である可能性があるのではないかっていうふうに言ってるらしいんですね。はい。で、ちなみになぜそうまで言うかっていうことですね、どうやらそのね、その琥珀部長の友達と名乗る人がですね、そのこれこれさんの動画の中で話した話というのがですね、いわゆるですね、その少女しか知り得ないような、内容だったりもしたらしいんですね。だから友達が知ってるこれね、内容ではないことを喋ってるから、これもしかしたら母親なのではないかと、まあ、そういうことをですね、言ってるっていう感じなんですね。うん。まあ、つまりですね、ミッキーさん側の主張としては何かっていうと、その、まあ、確かに家に呼んだのも事実、そしてお酒を飲んだのも事実だけども、まずは淫行、いわゆるその性的関係は一切結んでませんよと。はい。で、次に、この琥珀部長とお母さんがですね、共謀してですね、わざとですね、証拠を細かくね、撮っていた写真だったりとかですね、そういうことをね、全部、こと細かに撮って、そしてその上で今回1000万円ですね、脅してきたのではないかというふうにね、言ってるんですね。そして、そのこれこれさんというですね、トップ YouTuber の方、暴露系 YouTuber、これこれさんの影響力を使って自分たちに対してこのように恐喝してきたのではないかということなんですね。で、最後にミッキーさんはずっとですね、未成年淫行に関してはですね、否定していたらしいんですけども、その話し合いの中で、はい。まあ、で、ただですね、最終的にはですね、ついですね、その性的関係を認めて泣く泣くね、1000万払って示談すると一歩手前まで行っていたということは明かしているっていう感じみたいですね。はい。ただ今回のことについては今後は警察にですね、相談していくっていうふうに主張の方をされています。はい。で、ちなみになんですけども、じゃあ琥珀部長さんは今回の件について何を言ってるかっていうと、ついさっきですね、SNS を更新してですね、この多分この動画に対するアンサーだと思うんですけども、その示談交渉っていうんですか、1000万云々の、そういうのは私はしてませんと。ね。むしろその話を出してきたら、そっちじゃないですか、証拠もちゃんとありますみたいな感じでですね、どんどんね、その琥珀部長さん側も、全くもって向こうが言ってることは嘘だ、こっちも証拠があるんだぞ、みたいな感じで主張しだしてるっていう感じですね。はい。まあ、つまりですね、今回起きてることっていうのはですね、もうほんとね、お互いがお互いですね、私は証拠を持ってるんだ、相手が悪いんだってことを言い合うですね、本当にこの血で血を洗うですね、とんでもない暴露合戦って言いますか、うん、まあ、大きな戦いになってるっていう感じですよね。はい。じゃあですね、今後ですね、この戦いで一体何が争点になってくるのかということについてですね、ちょっと僕の見解を話したいと思います。はい。まず第一に言いたいのがですね、今回の件って本当にですね、まあ、どっちが正しいこと言ってるか分かんないですよね。本当に。うん。だってお互いがお互い自分はね、正しい、相手が悪いってことを主張するだけでですね、もうね、何が何だか分からん状態なんですよ。だから言ってみたら水かけ論じゃないですけど、っていうね、話なんですよね。うん。だから僕としてはですね、これ結局何が大事になってくるかっていうと、結局ね、その陰行があったかどうかってことは証明しようがないわけなんですよね。そのね、女性側ね、琥珀部長さんは私は手を出された、陰行されたって言ってるけど、ミッキーさんはしてないって言ってる。で、これはもうどっちかは分かんない。うん、お互いがお互いは本当だって言ってるかもしれませんけども、ここに関しては密室で行われたことだから、まあ分かんないんですよね。うん。まあ、ただですね、ただ、一つだけ確実なのは、その未成年の少女をですね、SNS で知り合って家に呼んでお酒を飲ましたっていうことはね、まあこれ事実なわけじゃないですか。はい。ってなった場合、これが何かの罪に問われるのかは知りませんけども、結局ね、
ミッキーさんがですね、そういうことをしていたっていう段階でですね、やはりですね、世論としてはですね、ミッキーさんを信じる人は少ないのかな、なんていうふうには僕は思っちゃいますかね。っていうのは何かっていうんですよ。っていう何かっていうと、結局、その、陰行はしないんだ。だったらいいんだっていう話じゃないじゃないですか。ね。たとえ、じゃあ少女に手を出さなかったとしても、SNS で知り合った自分のファンの女の子を家に呼んで、一緒になってお酒飲んだら、もうその段階で基本的にはアウトですよね。まあもちろんこれが何かの犯罪になるかどうかわかりませんけども、世間一般で言えばアウトなわけじゃないですか。ね。そんなことをしている人がですよ、いやちょっと待ってくれと、確かに家には呼んだ、お酒も一緒に飲んだ、でも未成年飲酒はしないんだって言ったとしても、いやいや、だから何なのって話したわけですよね。だから何なのっていうね。はい。だとしてもお前最低だぞっていうね、話になっちゃうと思うんですよ。でもっと言うとですよ、もっと言うとそのおいおいやろうとしてたんじゃねえかっていうね、話と言いますか、疑惑も出てくるじゃないですか。まあ、確かにその日はやんなかったかもしれないけど、この遠くない未来において、その15歳の少女とやるということを見越した上でそういう行動を取ってたんじゃないのっていうね、話なんですよね。うん。はい。今回はしなかったかもしれないけど、おいおいやるつもりだったのではっていうね、話なわけですよ。ね、さすがにミッキーさんがですね、今後もね、その、琥珀部長さんをですね、定期的に家に呼んで、お酒を飲むっていう飲み友達が欲しかっただけであって、別に手を出すつもりなんて一切なかったんだっていうことではね、まあ一般的に考えてですよ。一般常識で考えたら、まあないと思うんですよね。はい。まあ何にせよですね、うん。今回ですね、そのミッキーさんが、じゃあ、例えミッキーさんが、じゃあ、勝ちましたと、ね。まあ、言ってみたら、その、陰行してなかったってことをですね、証明できたとしても、だから何っていうふうにしかですね、世論は思わないんじゃないのかなっていうのが、まあ、僕の意見かなっていう感じですね。はい。というわけでですね、今日はコメントでございます。この話でですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら、高評価、チャンネル登録ですね。あと、コメントだったらぜひお願いします。どうもありがとうございます。